吉田吉田駅は、愛知県西尾市吉ラ町、吉田船戸後にある、名古屋鉄道西尾線、蒲氷線の駅である。駅番号は、GA 13。すべての列車が停車する。西尾線及び、蒲氷線の始発、終着駅である。以前は、両線間で一体運用されていたが、2008年6月29日大夜改正により、 当駅で完全に運転系統が分断された。また、西洋線特急列車の当駅への乗り入れはなくなり、代わりに急行列車が乗り入れるようになった。釜マ線では、終日あたり駅始発のワンマン運転になり、旧三日和線ホームに乗り換え改札口が設置された。また、3.4番線各ホームへの待合室の設置工事も行われ、 各ホームへの車椅子対応スロープも整備された。当駅の西尾線ホームは急カーブ上にあるため線、系は入線できず、当駅に乗り入れる特急列車には1600系、8800系が使用されていた。現行ダイヤでは、西尾線は名古屋本線直通の急行列車、釜凍り線はワンマン普通列車が、日中それぞれ1時間2本ずつ発着しており、 相互に連絡している。西尾鉄道が同車線を開通した時に開業した初代キ良吉田駅。現在の駅から 0.3km 西尾よりに存在した。三河鉄道が同車線を開通した時に開業した旧三河吉田駅。1.2番線は3両編成、3.4番線は4両編成対応の3面3線の地上駅で終日駅員配置駅。 3.4番線は、釜マ線と西尾線を接続させるために、線路は半径160メートルで大きく湾曲している。4両編成の場合、2両目と3両目で、また3、扉車が3番線に停車した場合、中扉の箇所で、ホームと列車の間が特に広く開いているので、足元には注意が必要になる。自動券売機、自動改札機、 簡易列車案内が設置されている。自動放送は導入されておらず、校内放送は、駅係員が適宜行っている。なお、2番線には乗り換え改札口が設置されているため、西洋線と蒲り線を乗り継ぐ場合は、一度、乗車券や定期券を用意しなければならない。また、蒲り線は、マナコ、相互利用 IC カードが利用できないので、 いずれかのカードを使用する際は乗り換え改札口で、蒲氷線の下車駅の申告、または、蒲氷線内の駅の券売機で発行した乗車駅証明書を渡す必要がある。西洋線の3.4番線ホームと蒲氷線の2番線ホームは、やや鋭い L 字型に配置されている。旧三河線の線路は一部を残し留置線として利用されている。旧三河線のホームについては、 2004年の廃止後に1、時期、侵入禁止の処置がされていたが、現在は、蒲氷線の電車が使用する。西洋線と蒲氷線の直通運転がなくなったため、どちらのホームの駅名標も、隣接駅の一方が空白になっている。2番線の先、車止めまでの間に、踏切があるが、これは2004年に廃止された旧三河線の後である。2番線に、 釜マ線の電車が到着すると警報器が鳴って、遮断機が下がるが、通常電車が通過することはない。近年の1日平均乗車人員は、下評の通り。三河線の壁南駅、平吉田駅間の廃止に伴う代替バスで、救援線自治体で構成する、フレンドバス運行協議会からの委託により、名鉄バスガマゴ営業所が運行している。 2020年10月1日よりマナコが利用可能になっており、当駅で90分以内に名鉄電車と乗り継ぐと80円割引かれる。かつては上、横須賀駅当駅間に東戸田駅、三河小木原駅が存在した。また、当駅三河戸場駅間にも宮崎口駅があった。三河吉田駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。